松崎です。ヤッホー。はい、ということで、はい、今日はですね、はい、私たちの結婚2周年。2周年です。おめでとうございます。ありがとうございます。早いもんで、ね。早いもんで。はい、2周年ということで、今日はその当日なので、うん、ディナーをしていきたいと思います。はい。よかったら最後までご覧ください。スタート。スタート。さあ。はい。ランドマーク。ランドマーク。港未来に来ました、はい、今ね式場の目の前にいるんですけれどもね。そうなんです。入籍してからは2年、でその入籍した日と同じ日に式を挙げてね、1年後にね、で結婚式を挙げてからは1年ということで、そうなの、思い出の地に帰ってきました、はい、今日結婚式を挙げた式場でディナーをするという。そうなんです。今日さ、嬉しかったのがさ、うん、朝起きたらさ、うん、新潟県のママとパパも同じ結婚記念日なんだけど、そう、朝起きたら朝の6時ぐらいにママから、うん、結婚記念日おめでとう、タケタケ、リサをこれからもよろしくねっていう LINE がママから入ってて、ほっこりした。ほっこりしましたね。そう、キミちゃんとかね、知り合いの友達からもね、おめでとうって。キミちゃん見てる。キミちゃんありがとう。嬉しかったわ、ね、なんか朝からほっこりしちゃった。はい、いいですね、やっぱ記念日お祝いできる。いや嬉しい。ちょっとプラプラしていきましょうか、はい、ちょっとお散歩してきます。なんかね、スキー場のね、周りを、お散歩してます。懐かしい、もう通ったよね。通ったね。私は特にドレス選びの時に安武さんに内緒で、あのウェディングドレス選ぶのがすごいドキドキしながら、ママと白玉さんと選んでた。ファーストミートするから、うん、でも本当あれやってよかったなと思った。え、よかったよ。なんか感動しちゃった。ちょっと安武さんの顔見て、うるんってなってんの見て、ああよかった、ファーストミートやってって思った。いやあれはね、なんか感動するよ、すごい、よかったよ。ママと白玉さんに協力してもらって通ったわ、ね、本当感謝ですね。あれだもん。ああれ、あそこだ、私たち、ここうちらがあげたところだ。見えるか、フラワーシャワーやった、あの上のね、透明のところが、そこでフラワーシャワーね、あそこだよね、あれ、まさにあそこ。あのちょっとさ、透明なさ、天井が良かったんだよね。そうね、風が強いから音大丈夫かな。ね、ちょっと音もしあがったらごめんなさい。ゴワーって言ってくる。なっちゃうかな。そもそもね、みなとみらいで式を挙げたわけじゃないですか、うん、それもね、ちゃんと理由があってね。そう、なんか自分たちに関係してる場所がいいねって話をしてて、そうそうそう、なんかね、ゆかりがあるというか。で沖縄とかも悩んだんだけど、うん、やっぱり私たちの家族であるチョビタンと一緒に式を挙げたかったっていうのもあって、そうだそうだ、やっぱりちょっと飛行機を使うのはやめようってなって考えた時に、私がね、横浜生まれ横浜育ちで、みなとみらいもすごく思い出深い場所だから、うん、ここにしよっかって。でさらにこの場所はワンちゃんが一緒に、旧式も披露宴も一緒に入れるっていうのがリサちゃんの夢だったんだよね。そう、チョビタンにね、リングダックをしてもらうのが夢だったから、それもできて、なおかつゆかりがある土地っていうことでね。そうなの、だからね、ここにしましょうってことになって、うん、だって私も言っても中高神奈川ですからね。そうね、そう、そう、友達みんな横浜とかに住んでるから、リサちゃんにとっては本当に思い入れのあるかなり場所だからね。だから来るたびに大好きな場所でキュンキュンする場所なのよ、みなとみらいって。なんかこの光とさ、でそこにまた一個思い出ができたから。そうだね、幸せな思い出が増えて嬉しい。あとパッてさ、見学しに行った時にさ、リサちゃん青好きじゃん。青、そうだ、そうで、そ、バージンロードがね、青かったりとか。そうなの、そうなの。結構なんか、条件がね、パッてきてパッて揃ったから、ここだってなったんだよね。うん、すぐ決めたよね。うん、この海沿いってのもいいし、港未来の景色が大好きだからね。見てください。ハッピーマリッジビッグぬいぐるみ。今日の私たちにぴったりじゃないか。ね、普段だったらミッキーとミニーちゃんは撮らないけど、ちょっとだけやってみようか。もっと欲しくなるね。ね。
すごいんですけど。そういうコツ。ありがとう。おお、嬉しい。ありがとう。ハッピーウェディングアニバーサリー。やったー。ありがとう。初めて来たんだ。初めて来た。来ました。かわいいね。アニベルセル生きてる。綺麗。混ぜてきてたね。うちノンアルコール。おめでとう。これからもよろしくお願いします。おいしい。甘くない。甘くない。ジンジャーエール。おいしい。嬉しいね、サンダーさん、ね、体にもいいし、サンダー美味しい、うん、美味しいよ、うん、美味しい、このなんかソースも美味しい、サンも美味しい、うん、あっという間、そうだね、どうでしたか、どうだね、同じかより家族になった感じがした1年だった、そうだね、なんかやっぱり家族に会う時間も増えたし、うん、一緒になんか旅行行ったり、ルミさんとかママとか行ったりとか、ミガキちゃんと遊んだりとか、うん、で妹さんとかとも一緒に最近はよく飲むしさ、うん、なんか本当に家族になった感じがすごいした、なんかさ嫌なことというかさ、うん、あこれ嫌だろうなとかさ、今嫌なんだろうなとかがさ分かるようになった、めっちゃ分かる、すごいね、なんか言ってたのよママが、うん、もうパパが嫌なことってこれ言ったら嫌だろうなとかって、うん、わかるからっていうのは分かんなかった今までは、うん、あ今嫌だったねって思ったらさ、そこを解消する言い方とかさ態度とかで考えてあげようってなる、前だったらピリンってなってから話し合いを重ねて元通りになったけど、うんうん、今はピリンのピリぐらいで、あって思ってなんかないことになるよね、嫌、うん、だったね言うよね、よくやったやだったね、うん、まあ、嬉しいね、もらう？このペースでいったらマジお腹いっぱいになっちゃうから、毎食俺パンもらうことになる、結婚式のパン美味しいのあるあるかもしれない、確かに2年経ってんだよ、まるまる結婚式からは1年だけど、結婚してからは2年、今から3年目に入るってこと？そう、トリュフの香りってこれか、まあ美味しいすごいじゃん、すごいトリュフ、大好きな味、あー幸せ、ほっこりする、うん、スープの中でもじゃがいもの結構上位なんだよね、美味しいよね、何のスープが一番好き？ミネストローネかな次はワインに綺麗にして、1年前の今日は雨だった、雨です、大雨、結構な雨でした、下げにしない、あれが女なの、なんかさ、一個一個のさ、記念日とかさ、家族の誕生日とかさ、大事に結構やって来れているじゃん、うん、なんかそれがすごい嬉しいなっていうのがある、今日もそうだけどさ、やっぱり来てやってよかったなと思うしさ、そういう時にすごい幸せ感じるしさ、まあ、そこはすごい変わったけど、本当に結婚してから、今までそういうのどうでもよかったな、でも、よくなんか新婚だからさ、最初のうちはいいよねみたいな感じで言う人いるけどさ、でもなんかそうじゃなくてこうやって一個一個さ大事にやっていって、それがなんかずっと続けてなんかいけそうな感じ、なんていうの、別に新婚だからさ浮かれてあんこ行こうとかしてるわけじゃなくてさ、家族としてのさ価値観とか大切な時間をさ共有しようって共感しようって気持ちで言ってるからさ、それがすごいいいなって、今新婚じゃんって言ったら、でも30年目結婚、2、3、4、5、40年目か、とかになるママとパパ、俺たちと同じことしてんの、うん、今日とかで言うと当日だから、あーそうだね、食事を食べに行く、うん、で来週で言うとたまたまお休みがあって結婚記念日旅行、うん、一泊行きましょうって、うん、
ていう話があって、まだ私どこ行くか分かんないんだけど、それを安武さんが計画してくれてたね。そうね。でママもパパはちょうど来週計画してくれてて、どこ行くか分かんない、なんかそのツアーじゃない、なんか一泊で行くんだって。へえ。それはでも逆にパパがそういうんだ、パパとママだからすごいなって。でだから新聞だからって言われてるけど、私たちはパパたちはずっとそれをやってきてるわけじゃん、この40年間って思うと、そうなりたいねって思ってた今は。そうだ、そうなりたいなって最初から思ってたじゃん。確かに、なんかパパもそうだけど、多分やり続けてるんだと思うんだよね、25歳からずっと。だからなんか今があるし、2学期って家族の誕生日に全員が集まるのが当たり前とか、記念日にみんなが集まるのが当たり前っていう家族だから。でもそれをなんか安武さんがいいって思ってくれて。そうそう、だからそれがなんかさ、当たり前というかさ、自然体でやってるんですよ。確かにやんなきゃみたいな感じじゃないもん。そうそうそう。今回来週行く旅のやつも急にね、ゆうちゃんここ行こう、でもどこかまだ言わないけど、え、どこ行くみたいな。多分気合い入れてさ、この記念日ここでディナーしてとかやってると無くなってくるじゃん。そうかも。なんか今日もしんどくなるじゃん。あれだよね、ほんと2日前ぐらいに決めたよね。この日はさ、絶対にディナーしようと思ってたから、当たり前に思ってたね。結構前に夜遅くてもいいからディナーしようって。そうそうそう。でも具体的なスケジュールが決まるのが結構仕事の都合やっぱ緊急になるっていうから、うん、でもその間もずっとここ行けるな、ここの店空いてるなとか、そういうのはなんかチェックしつつ予約行けるかなみたいな。逆にそれがさ、家族のイベントが当たり前になってるからさ、自然にやってるから、だから続けられると思う。そうなのか。結構そのあとさ、次のプランのさ、ネタ切れじゃないけどさ、ってなるかなと思うけど、意外となんないの。なんか多分思い出が増えていくから行く場所が増えるんだと思う。うん、思い出が増えていくから、ここ行こうってあそこ行こうっていう選択肢が増えない。会話をね、会話とかそういう時間を、うん、また行きたいとか、確かに共有してる時間が多いから、なんかあとこういうとこ好きだろうなとか分かるけど、これ欲しいだろうなとかもさ、結構会話してるからさ、確かに会話はめっちゃしてるから意外とあるよね。サプライズが別にさ、絶対じゃないけどさ、ワクワク感があるんですよ、サプライズって。ちょっとワクワクするね、あの感じいいよね。私の場合はさ、価値観がさ、そんなに変わってないじゃん、ずっとこうだったから。でも、違かったのに変わるっていうのすごいよね。まあね、柔軟だからね、本当にこだわりないし。仕事の時は仕事の時でさ、仕事だからなんか言ってるけどさ、意見とか、しかも極端な意見を言ってるんだけど、どうでもいいからな、まずは。うん、おいしい。いい味だね。クリーミーな感じがすごくおいしい。おいしいね。これすごくおいしい。大好き、この味。お魚の味めっちゃ美味しいね。タイだって姫鯛。めっちゃ美味しい。これでまたさ、来年とかさ、例えばあそこ行ってみる、今年も行こっかでも全然いいし、こういうことか。確かに1個いい思い出が増えたらさ、選択肢が増えるっていう、そういう意味か、さっき言ってたのは。そうそうそう、うん、そういうこと。そういうことね。お肉来るから赤にするかも。いや、今は私たちを楽しむ。確かに。ラーメンだけ食べる。いかんだ。ラーメンよ。ラーメンよ。ラーメンよ。お腹いっぱいになっちゃう。どういうこと？素敵に終わる。そうだね。来てよかったね、本当にね。まあどっちもいいけどね、ぐらいの温度感だと思う。そうそう、なんかもっと5年後とかでもいいかもね、雰囲気だったから。なんか美味しいものでも食べれればいいよねみたいな、うん、けど結果めちゃくちゃ良かった。やっぱりこの雰囲気と景色と宿場を見て蘇って、ちょっとわーんとだいぶ薄暗くなって、こっからだね、みなとみらいは。4杯目言わないで4杯目言わないで今日っていうのが楽しい時間になる。
終わらせないでいたいです。今日の時は終わらせないでいたいです。終わらせないでいたいです。何それ、リサちゃん、なんでそれわかるの？そういう人じゃん。わかる、今日すごい楽しみだった。そう、でも今からちょっと寂しい。もうあのまだ何起こるかわかんないのに寂しい。どういうこと？ What？何が？旅行行くじゃん、うん、今からもう寂しい。終わるのか、わかる？え、まだ行ってもない旅行が終わるのがもう寂しいってこと？まず今日のために行きたかったのね。あ、今日楽しみで、あ、明日なんだ、記念日ディナーだと思って生きてきてるわけじゃん、うん、毎日さ、カレンダーみたいな、うん、思ってたのに終わったじゃん、今日は。終わるじゃん、いつか終わっちゃうじゃん。で、来週、さけさんが考えてくれた旅、どこ行くか分かんない、まだ分かってない。でも、これもう終わるんだなって思うと、切ない。で、これ何？何だろう？胡椒？なんか赤身で嬉しいな。うん、お豆。お豆？うん、お肉おいしい、うん、お肉赤身で超おいしいね。あとはいつかスケジュールが取れたら新婚旅行になる。まだ行けてないもんね。なかなか難しいかもしれないけど、新婚旅行という名の家族旅行、うん、例えばイタリアを選択したとして、うん、全員で行けるの最初と最後だから。まあなかなかね、スケジュール合わせるのも難しいし、簡単に行けるもんじゃないからね。リアルな話で、めちゃくちゃ忙しいから本当に、勝手にポイって行けるようなさ職業じゃないから、うん、私たちが。確かにね。だからすごい最高の思い出の旅になりそう、うん、もしそれが実現できたら楽しみたいな、みんなで。デミさんがさ、あなたたちと一緒に下見してきますって言った言葉がさ、忘れられなくて泣きそうになった。嬉しくて、デミさんがあの私たちと一緒に行った箱根の旅の飛び跳ねてたやつ、結構一人で編集してる時流してたピョーンって。思い出の、あんな母親見たことない。ああいう時に Vlog 撮っといてよかったって思う。確かに。ママとかもさ、いや、もう映んなくていいよとか言うけど、後から見た時にめっちゃいいなとか。まあね、はい、なんか今回アニベルセのご飯とか、あと来週の旅とか計画してくれたじゃん。だから私からタケに記念日プレゼント、いつもありがとう。ありがとう。私旅の時につけてほしいから。私は何もないですね。いいのよ、旅を用意してくれてる。開けていいよ。おいしそうだ。でも、あ、気をつけて。なんかこれ陶器なんだって、唯一これが、うん、で、最初だけすっごく硬いんだ、だからすっごい気をつけてください。だんだん柔らかくなっていくんだけど、馴染んでいくんだけど、最初すっごく硬いから、こうやった時にポンと踏んじゃうぐらい硬くて、これが割れちゃうそんな力入れてやらない。本当にそうなんだ。ほら、ほれ見た。そういう意味で、こんなん、いや、だからコロンってなるの、コロンぐらいね。タケがずっと欲しがって。俺は好き、好きって言ってたから、自分が好きなのつけるのが一番いいから。ここにも倒してくれた、やってくれた。そうなの、ありがとう。これ持つの時に怪しい。そう、全然怪しい。怪しい。あったかい、そう。甘酸っぱい感じ。そうだね、ベリーが全体的に。あなたが描いてある、かわいい。ごちそうさまでした。素敵な記念日になりましたね。最高。
そうだってありがとう。じゃあ、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さあ、この後新垣家に軽くね、お願いしましょう。はい、ということで結婚記念日おめでとう、ありがとう。ママたちからお花もらいました。おめでとうございます。おめでとうございます。お互いに二人みたいなね、はい、夫婦になれるように頑張っていきましょうね。はい、美味しい。飲んでいきます。美味しい。私の両親とね、同じ記念日なので、お互いにお祝いもできて、とてもいい一日になりました。なんかあっという間でした、本当に。なんだけど、こうしてね、毎日楽しく過ごせてるのも本当安武さんのおかげなので、とてもとても幸せ者だなと思っております。今後もですね、しっかりと2人で歩いていけるように頑張っていきたいと思います。ということで、皆様いつも見てくれて本当にありがとうございます。またねー。